3周年。悟空に憧れる全ての人類に送る新たな冒険の物語。ひび割れたドラゴンボールから噴き出す邪悪なエネルギー、そして現れた黒煙の竜。ドラゴンボールヒーローズ邪悪竜ミッション1弾。ドラゴンボール悟空と共に全銀河の消滅を食い止めるのは君だ。ヒーローライセンスを使ってアバターを作れ。全5枚のカードで君だけのチームを結成したらいざ出撃。歴戦のヒーローや強敵たちが君を待っている。全てのドラゴンボールワールドを巡る時空を超えた大冒険へと出かけよう。絶望と破壊の未来、失われた竜の玉、光を消し去る邪悪竜。かなり怖そうなんだ。カードを動かしてキャラクターを操作。配置を決めて作戦を立てろ。新たに加わったドラゴンオーブ、冒険を重ねてエネルギーが満ちた時、ついに姿を現す邪悪竜。マイナスエネルギーによって生み出された邪悪竜との最終決戦に全国のヒーローたちが力を合わせて立ち上がる。新システムネットワークマッチング、全国からマッチングされた2人のアバターが君のバトルに駆けつける。君を守り共に攻撃する。1回目のチャージインパクトに勝てばダブルチャージインパクトが発動。共に連携技を放て。フレンド登録をすればその友達が優先的に君のバトルに駆けつけるぞ。君と友達のヒーローライセンスをタイトル画面で差し込んでフレンド登録しよう。フレンド登録した友達が最後に遊んだミッションに行くとフレンドが優先的にマッチングされるぞ。邪悪竜ミッションからはヒーローバッジが登場。様々な能力を持つヒーローバッジを使って戦おう。駆けつけたアバターとバッジの色が揃えば効果がアップ。ロボパーツは対人戦や過去のエイジミッションでそのまま使えるから安心してくれ。邪悪竜ミッション1弾では強力で超個性的なキャラクターが登場。ドラゴンボール GT、 ドラゴンボール Z に加えドラゴンボールから初参戦。カードの数はなんと67種類。バトルカプセルキャンペーン、新カードアクションアビリティバトルカプセル。まず敵か味方かどちらに効果を与えるか選択。カードをこするほどたくさんのカプセルを投げられる。敵エリアに投げると敵の能力がダウン、味方エリアに投げると味方の能力がアップするぞ。カプセルが落ちた列にいる全員に効果が発動。たくさんいる列に落ちたらラッキーだ。キャンペーンカードには全4種類のカプセル効果のうち1種が搭載。このカードを加えると君のデッキがさらに強化されるぞ。新たなシステムが加わりますます進化し加速するドラゴンボールヒーローズ。黒煙の竜が解き放った7体の邪悪竜、その圧倒的な力に立ち向かうべくヒーローたちがここに集結。全ての力を合わせて邪悪竜の脅威からこの世界を守れ。ドラゴンボールヒーローズ邪悪竜ミッション1弾、11月14日稼働予定。スターターセット逆転勝利デッキも同時発売。ライセンススリーブも新しくなって登場。スペシャルバインダーセットも発売予定。豪華3枚セットお店でもらえる。邪悪竜ミッション1弾でヒーローライセンスを使うとドラゴンボール、究極ドラゴンボールをそれぞれ6個プレゼント。最新情報をチェックしよう。